ヘスケース 308E は、ヘスケスレーシングが1977年及び1978年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。フランク・ダーニーとナイジェル・ストラウドによって設計された。ヘスケース 308D の後継者として開発。エンジンは、フォードコスワース DFV エンジンを搭載。タイヤは、グッドイヤー。 ヘスケス308位開幕4戦を欠場して、第5戦スペイングランプリからの参戦となり、ドライバーは、ルパート・キーガンとハラルド・アートル、ヘクトール・レバーク、イアン・アシュレイが参戦したが、シーズン全体で、計10回も予選落ちを喫し、最高位はキーガンが、第12戦オーストリアグランプリでの7位に終わった。メインスポンサーにカメラメーカーのオリンパスを迎え、 マシンも前年からの仕様となったが、リビナガリカ、エディ・チーバー、デレック・デイリーがドライブするも、決勝進出はチーバーのみで、それ以外のレースは予選落ち、予備予選落ちと、散々な成績に終わり、第6戦ベルギーグランプリ終了後に、チームは撤退した。ありがとうございます。